こんにちは、孤独のライダーです。今午前中の仕事が終わりました。これから飯に行くんだけども、その前にちょっと寄りたいところがあったんだ。九州の視聴者さんが懐かしいところがあるらしいんです。そちらにちょっと行ってみたいと思います。複雑に人々の思いが交錯する現代社会、日々の生活に疲弊する人々、本当の自分を求めてさまよい歩く、そんな時ふらりと寄った名もなき食堂が男の心に響く。男はただ庶民的な味に癒しを求め、日頃の嫌なことを忘れて飯に食らいつくのだ。男は今日も田舎の素朴な味を求めて店を探すのだ。ここは盛岡市大阪原というところです。ここで佐世保のトミーさんからのコメントをご紹介します。もう30年以上前に大阪原に住んでいました。あの橋の上から水面を眺めて青春でしたね。いつも楽しく拝見してます。僕が釜石から盛岡に来て最初に仕事で担当した地域が大阪原でした。右も左も分からず辛いことがあると海運橋からの岩津山を眺めたり、下の橋から岩手女子高校の後ろの川沿いの道を歩いたりして、なんとか今に至っております。昭和60年春、九州から盛岡へ大学進学のためです。最初友達もいず、まさにその岩女の裏の小さな橋で缶コーヒーを飲んでました。こんにちは、大学だと国立の愛大学でしょうか。大阪原だと岩女の隣のパンションのお住まいだったと推察いたします。3階の狭い部屋でしたが、河原から春の爽やかな風を感じました。孤独さん、アリスのナポリタン、自転車で探索中、路地裏から見えた大学です。私が在籍した頃はレトロでした。トミーちゃんありがとね。なんか親近感湧いちゃってトミーちゃんと呼んじゃいました。今は九州のお医者さんでしょうか。トミーちゃん今頃青春時代の1ページが蘇って悶絶していることでしょう。何はともあれ、オラ腹減りマックスです。これから視聴者さんからリクエストのあった中華料理店に行きます。ラー油の存在感はすごい。やっぱ割り箸、何にすっぺかな。カニチャーハンにしてみた。チャーハンとカニチャーハンとで悩んだが、なぜかカニが勝った。ちょっと珍しい感じがしたんだな。
あっさりめの味付け。おそらくカニだからだろうか、お店の雰囲気からしてチャーハンはもっと味が濃いことだろう。ちょっと上品に食べてみっかな。まあオラには無理だべ。無理して上品に食うとうめえのもまずく感じんだ。それが孤独の流儀ってやつな。わかるかな、わかんねえだろうな。トミちゃんはわかるべ。なんて言ったってあの小さな橋で黄昏れてたやつだからな。でもあの橋にいると女子高生うるせくなかったか。ほらね、昔仕事で毎日あの女子校に出入りしてたんだ。それも高卒1年目にね。すげえカルチャーショックでした。硬派なオラには刺激が強すぎました。あらゆる誘惑を断ち切り仕事を全うしました。だってね、釜石から盛岡に来るとき、おじちゃんが盛岡の女の子は積極的だから気ぃつけるよって言ってたんだ。オラは固くなにそれを守ったんだ。まあチャーハン食ってて変な話してすまんすまん。オラの昔話なんてどうでもいいよな。ところでこのお店のチャーハンなかなかのもんだな。おやさん、いい仕事してますぜ。まもなく新年度を迎える。別れと出会いの季節だよね。今年はいい出会いがあるといいね。人との出会いじゃなくてもなんか特別な景色との出会いでもいいよね。僕はそれを求めて生きているようなもんです。神様がくれたプレゼントみたいな景色、そういうのに出会えた時すごく幸せな気分になるんだよね。皆さんもそういう景色に出会えるといいですね。